はい、どうもセリカです。今回はケルベロス降臨中ということで、早速もう魔王ステージに行きたいと思います。それぞれのスキンで3回ずつ青逃げですね、9回青逃げをしてランダムマッチと広告でゲットですね。詳しい説明はよかったら一つ前の動画で確認いただけたらと思います。よし、1年ぶりかな。言っても一応ね、スキンチェンジはしてるんですけど、いやーできるかな。とりあえず行きたいと思います。あ、今回も賑やかなパターンですね。ケルベロス降臨中ですけど、トラもニョロもコンギツネも全部全カラーボットとしているっていう感じなので、いろんなスキンがわちゃーっとしてる感じになると思います。いや花粉症つらー。くしゃみ抑えれるかな。マジでやばいな。はい、行きます。久しぶりの魔王にと対決でございます。マット変わってないよね。特に復刻なんで多分変わってないと思います。よかった、今回は見やすい。私はね、上手じゃないので、そんなポイントとか、なんとかはあれなんですけど、まあ、ローラースケートあった方がいいのと、あとはね、私、くねくねが苦手なんで、この直線で逃げられる、大体この辺で、まずは、1体目待機、回避しまして、2体目出るときがだいぶ怖い。いるいる。ね、これが出てきたら逆方向に、行くっていうだけです。もう見つかったら終わり。ターゲットになったらもう、ほぼ逃げ切れないという感じなので、私の技術では。なのでもう見つからない方、見切れたらもう逆に行く。左上に見えたら右下に行くみたいな。対角線上にいるようにすれば大概行けるかな。あとはまあ、亡骸の近くにいる。一回こう通り過ぎて全滅してるとこら辺で、うろうろしてれば、まあ狙われにくい。ボットがこう元気なとこに行くと、一気にやられちゃうので、なるべく一回過ぎ去った。あと、待って、やばいな、結構。どこにいる？音をね、ちゃんと聞いとかないと。はぁ、待って、あ、ダメか、こっち。間違えた。はい、行きます。もう、やんないとね。あ、落ちき。ローラースケートは、まあ、キラキラからゲットしつつ、ガスマスクはそんないらないかな。なんか、そこまで追い込まれない。2体目出てもすぐ終了ぐらいの、結構短い試合になると思います。なので、1体目が結構頑張って、30人、40人残しぐらいにしといてくれると、逃げやすい。かな。あとちょっとね、生きてるところには痛くないので、マオニを、どこにいるか探しつつ、うわぁ、めっちゃ生きてる。下行ったからもう右上とかこう、もういないところ、一去りしたところがいいかな。この辺かな。あ、一人いるな、ベロス。こっちは？生きてる。ちょっとローラースケート欲しい。ぬ、ね、危ない。10秒。2体目に勝ち合ったら終わりなんですよ。この辺かな。個室にこもっててもいいんですけど、そこにいると、ただ、ああ、いや、まずいな。青逃げができてない。いやね、そんなにやり方悪い子ではないと思うんですけど、いや、多少の運もありますよね。上とか下に、横にある小部屋に潜んでてもいいんですけど、2体目がボンって発生したり、急に来たらもう、逃げ切れない。結構賭けなんで、もう目に見える範囲で動いて、逆方向に行くっていう感じで、音するんだよ。なんかね、撮影するとね、音がちょっと聞こえにくくなって、言い訳を、するなという、ローラースケート欲しいな。5時に、ちょっと1体目もうちょっと頑張ってほしいな。もうちょっとやっつけてほしい。いやー、怖いな、どっち？ 2 体目がどこに出るかですよね。だいたい左の小部屋か、あ、いた。右側の真ん中か。いや、いろいろ出るな。そこも出るし、右下も出るし、左上も出るし。やばい。オッケー、この辺の亡骸は逃げやすい。やばい、16人。どうしよう。どっちにいよう。いない。あと5人。いや、来た。待って。やだ。待って。あと3人。どこ。お願い。ああ、よかった。危ないよ、本当に。ちょっと魔王に遅めだったかな。ああ、よかった。とりあえず1回目ですね。ありがとうございます。できるだけさ、生きてるとこには痛くないんですよね。一通り過ぎ、ババ。名前がすごいな。あ、この辺終わってるかな？生きてる。OK、ナイス。オッケー、ローラースケート大きいな。いや、もう基本私も魔王にから
逃げられないので、ローラースケートあってもなんですけど、さっきの感じだと結構後半スピード遅かったかな。現れたすぐのショッ、無理やった。いやー、ローラースケートあった方がいいとか言いながら早すぎて突っ込みましたね、さっき。それはそれでやばいね。ちょっと怖いな、この辺の十字の直線で、ね、くねくねがちょっと、まあ、くねくねの方がいいのかな、避けるには。いるいる、右上にいる。来た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 、これはまずいのか。2体目が怖い。 OK セーフ。あー、もう狙われたら終わり。もぐもぐボットがさ、めっちゃ喋ってる。あ、この辺いいかな、こっち。あ、こっちいいかな。もう青切りとか来てたらだいぶいい。あー、いいですねどうしよう、ここにいるのも怖いな。あ、でも2体目も出てる。 OK、 出てたら動ける。発生場所にいたらね、ちょっと怖いんで安全かも。ここ来てる、来てる。どうしよう、見てた方がいいか。あ、いけるかも、いけた危ないよ。いや、これで2回目か。うんいや、もう早く終わらせたいな魔王に嫌だよ、めっちゃ逃げるじゃん言われた。いるいる。2体目が出るまでに30人ぐらいにしといてほしいです。終わったかな、こっちの辺。はい、あ、生きてるな、ちょっとちょい生きてるな、来そうだな。よし、 OK、 ナイス。ローラースケート、ただ突っ込まないように突っ込み癖があるんで。残り13人。あ、1体目だいぶ頑張ってる、これはありがたい。ナイス、で出たねえ。あ、でも、はあ、いるー。ダメだダメだ、見つかった、見つかってる、見つかってるねえさっきもあったこのパターン、追われるかな。まだクロベルスですけどもやばいな。ナイス抜けた通り抜けた。あの当たり判定はね、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、あの一番下の真ん中のチョンのとこだけなんで、あそこさえ避けれれば、まあ当たらないっちゃ当たらないんですけど、まあ動きはね、グネグネしてますから、結局狙われたら、ちょんとやられちゃうんですけども、よし、狙いたい、もう。狙いたいよ、これを毎日4日間あると。まあ1日限定でこの、内容でしょ？まあ、できないこともないけど。生きてる、生きてる、生きてる！ねえ、無理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 ！来てる来てる来てる、もう反対側行きたい。待って、あと7秒、2体目来る。1体目と多分ね、違う逆方向ぐらいに出てくる。いる、ここにいる、ここにいるパターンね。やばいやばいやばい、さっきも同じパターンだったないやー、いるいる、ちょっと待って、やだ。ロールスケート、ガスマスク待って待って、上行った上行った、怖い。8 7 5 1。あー、黒ベルス終わった。はい、ありがとうございます。はい、続いて青ベルスいいとこまで来ました。来た来た来た、2体目出た。どこにいるのがいいかな。生きてる地帯に行かない方がいいんですよね。下にいる、右側は、あ、この辺いる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 、あ、待って待って待って、やばいやばい、2体目出た。さっき行けそうだったんだけどな。あ、でもね、だいぶ終わりが早い。あ、行けるのかなこれ。見つか、見つかんなきゃ、見つか、やばい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 、やばいやばいやばいやだやだ、あと3人、あと2人来たもう運だな運だな。はい、ありがとうございます。一応さ、全部撮影してるんですよね、ベロスチャレンジとりあえず全部喋ってる。どれが、あ、無理、これは無理もう来た、2体目来た。どれがさ、鬼に行けるか分かんないから、とりあえず全部撮影して全部喋ってる感じ。あと12人、10人行きたいな、これは、これは行きたい。
いる、ここやばい、ここやばい、あっち来るな、上にいる、下は怖いな。3体目とか多分出ないまま終わっちゃいますよね。あと3人、あと1人、よし。あと何回かな。はい、ありがとうございます。終わらせたいな、早く。早いとこ終わらせたいな。あ、もうダメなパターンだよ。ねえ、え、2匹ない、いないか。ぐちゃぐちゃすぎて2体見える。よし、あと18人。ばらけてたら結構まずいな。ニョロが固まっててくれたら、ニョロじゃない、ベロス、今月ね、あ、生きてるな。ボットがね、固まってくれれれば。あ、2匹いるいる。OK、2匹重なってるの、ありがとう。生きてた。生きてる、生きてる。生きてるね、この子も生きてれば。ここも危ない。意外と青切りがやっぱ安全なのかな。あと、あ、来た。あ、よかった。これね、青が終わったかな。終わった？はい、じゃあ、あ、赤ベロス。で、あと3回で。ボットがさ、結構喋りかけてくるの面白くない？結構喋るね、ボット。あ、この辺は一回過ぎ去ってますね。生きてる、生きてる。めっちゃ喋るよね。つい反応したくなるぐらい、ベストなタイミングでさ、やばいー、やばいー。やばいよー。ローラースケートナイス。オッケー。やばい、ここ2体目来るかな。どこ ?2 体目どこ、危ないって。オッケー。どうしよう、どうしよう。どこにいよう。いる？あ、いいかな、ここ。怖いけど、まあ、3体目出ることはないので、でもここに来たら終わる。来た。よし、来たー。ねえ、もう鼻がかゆい。よし、あと何回だ？あと2回かな。ねえ、ちょっと。こんな時に混乱、ローラースケートやめてくれる？高速混乱みたいなの。マジで。ここにいようかな。来たら終わる。2体目がここで出たら終わる。あと12人。いけるかな？いけちゃうかも、ここで。いや、落とする、落とする。やーい、落とする。あと1人。どうしよう。隠れ切ったパターンですね。あんまりない。はい、よかった。ありがとうございます。オッケー、ローラースケートでこの辺にいるのがいいかな、もう。よくない。ターゲットなってる？なってる？どっちだ？あ、え、どっち？下から、もう、最後にしたい、最後かな。なんか撮影漏れてなければ多分これ最後。あと1体。大体もうこの辺ですね。直線で逃げ切りたい。くねくねが上手じゃないため、です。で、1体目が結構頑張って、やってくれた地帯に行きたい。いるね、いるね。右上にいたから、この辺かな。久しぶりにやったな、魔王にステージ。これ、プレイヤーさんいたらすごいよね。絶対お逃げできないよ。ボット部屋だからなんとかなってるものの、上手い人とかいたらもう多分一生私、降臨ゲットできないぐらいの感じだったと思う。やばいでしょ、このステージ。結構やばいよ。魔王に足がいた時もあったし、この扉の奥にね、もう一部屋あったりとか、石像があって、閉じこもって、出た。石像でね、なんか閉じ込めたり、自分が閉じこもったりっていうパターンの時もありましたね。あ、いけそう！いけるかもしんない！いける！あとどこだ？行こう行こう！オッケー、いけると思う！よかったー。終わった、とりあえず、ケルベロスが。これがあと3回、3日間あるっていうことですね。いや、なかなかハードですけども。はい、とりあえずは、ありがとうございます。はい、ということで終わったので、まあ、1日限定なので、この報酬のもらい忘れだけ、注意しないといけない。私、広告結構やばくって、広告だけ遅れちゃったんですけど、とりあえずもう受け取りたいと思います。明日は明日で、ニョロが来るので、ヤマタのオロチ。ステージは一緒ですし、使うスキンが変わるだけっていうことです。あ、ウイルスもらっちゃうんだ。絶対的に。感染しちゃうのね。はい、ありがとうございます。はい、青玉 GO！ こんなに頑張って広告を見て GO！はい、終わりましたかね。はい、では一応スキンチェンジ済みなんですが、ケルベロス入手という感じです。はぁ、またこのミニスキンを持ってない方は次回来た時に絶対ゲットして、降臨が来た時にバンとやるという感じになると思います。はい、ということでございまして、ケルベロスが一応今日で終わり、ヤマタのオルチ白虎キュービーが続くと
いう感じですので、また時間ちょっとあったら私もやりたいなと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらまた他の動画も出しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた、バイバーイ。